STS-100 は国際宇宙ステーションの組み立てと補給を目的としたアメリカ合衆国スペースシャトルエンデバーのミッションである。カナダアーム2このミッションの最優先事項はカナダアーム2の取り付け、指導、点検であった。国際宇宙ステーションの組み立てを続けていくためにはカナダアーム2の運用が重要であり、後のシャトル STS-1004 でエアロックを取り付けるのにも必要だった。 カナダアーム2の最後の部品は STS-111 で ISS に取り付けられたモービルベースシステムである。エンデバーのミッションで他の主な任務はラファエロ補給モジュールを ISS に結合させ ISS との間で積み荷を移し替えシャトルの貨物室にラファエロを結合し直すことであった。ラファエロはイタリア宇宙機関が開発した3機の多目的。 補給モジュールの2期目である。3月の STS-102 では、レオナルドモジュールが打ち上げられて帰還している。宇宙遊泳で外部に取り付ける UHF 通信アンテナや予備の電子部品といった ISS への機器の転送も任務の一部であった。補給品や水の ISS への積み込み、実験装置やラックの複合施設への積み込み、ISS から地球に持ち帰る物資の積み込みも、 行われた。また、ISS の高度を上げる、軌道制御や複合施設の調査のために周囲を飛行して、貨物室、IMAX カメラでの撮影も行われた。任務はすべて事故もなく完了し、5月1日の再突入と着陸も無事に終わった。このミッションで、クリス・ハドフィールド飛行士は、カナダ人としては、初の宇宙遊泳を行った。ありがとうございます。